カルマンギアタイプ1カブリオレカルマンギアタイプ1初期型カクテールカルマンギアとはドイツのフォルクスワーゲンが製造販売した自動車大衆車であるタイプ1をベースとして開発されたクーペ型スペシャルティカーであるドイツのコーチビルダーであるカルマンが企画しイタリアのカロッツェリアギアの原デザインに基づいてボディを生産これにフォルクスワーゲン量産車のコンポーネンツを組み合わせる 合作により誕生した車でネーミングの由来もカロッツェリアとコーチビルダー両者の社名を組み合わせたものである。タイプ1をベースとした1200が1955年7月に発表され、その後タイプ3をベースとした1500、1600が1961年に発売された。クーペモデルをベースにオープンボディとなるカブリオレモデルも製作されている。 鈍重なビートルや実用一点張りなタイプ3セダンなどに比べ、いずれもギアの手になる流麗なスタイリングが最大の特徴で、タイプ1が、全面的に曲面デザインで構成されたボディを持つのに対し、タイプ3はグラスエリアを広げ、シボレーコルベアの影響を彷彿とさせるウエストライン周りの直線的モチーフをボディのキャラクターラインに大幅に取り入れている。ただし、 流用品のヘッドライト周りとノーマルのホイールキャップはフォルクスワーゲンらしさをうかがわせた。フォルクスワーゲンシャーシと組み合わせてのコーチワークはカルマン工場が担当。パワートレインやバックボーンプラットフォームシャーシの基本構造はフォルクスワーゲンタイプ1と同じで水平対向4気筒のクーオフエンジンを RR レイアウトで搭載することも変わらない。後発のタイプ3系は タイプ1系ほどの人気を得ることができず、並行生産の後にタイプ1より早い1969年に生産中止となった。タイプ1は安全対策改善や排気量拡大型のエンジン搭載などの改良を受けつつ1973年まで生産されるロングセラーとなった。また、ブラジル法人のフォルクスワーゲンとブラジルでは、 タイプ3系は導入されず、1969年までタイプ1が生産された後の1970年より、ブラジル法人独自モデルの TC に移行し、1975年まで生産された。量産車であるフォルクスワーゲンをベースとしているため、比較的安価、メンテナンスも容易で、アメリカ市場では特に好評を博した。 パワートレイン仕様は通常のフォルクスワーゲンと大差ないものであり、走行性能は通常型フォルクスワーゲンをやや上回る程度で決して飛び抜けた高性能ではなかった。それでも車高が低くスタイルが良いためスポーツカー的な感覚を気軽に味わえるプアマンズポルシェと評され市場では一定の人気を保ち続けた。ブラジル法人生産分を含めて 累計44万台以上が作られた。日本では柳瀬が正規輸入を行っていた。生産中、生産終了後を通じ、カスタマイズも頻繁に行われてきた。ローダウン、排気量アップなどが行われ、今なお、社外部品も広く出回っている。ありがとうございます。